タルバジョンです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、あのマスターオブウイスキーの静谷和則さんのお店バーリベットさんが10周年を迎えられて、プライベートボトルを発売をされました。以前に M&H のデッドシーエディションですね、いわゆる司会熟成の、こちらもリベットさん10周年の一環の記念ボトルでございまして、10本の記念ボトルを出されてまして、今回なんですけど長浜蒸留所のバーリベットさんの10周年のプライベートボトルが入荷をいたしました。こちらの方ですね、シングルモルト長浜のペドロ・ヒメネスカスクストレングスのシングルモルトでございます。長浜エクスプローラーオフィシャルメンバー限定販売ということで、長浜エクスプローラーといえば牛角バイザーは何ですか？長浜蒸留所の公式ファンクラブというところでございまして、はいはい、あのボトルの優先購入券でございますとか、あのエクスプローラー会員様限定のシングルカスク等も、あの 200ml のミニボトルで贈呈をしておりますので、この機会にご入会のほどよろしくお願いいたします。案件ではございません。完全にあっちの人になっておりますが、ということでこちらの方テイスティングをして皆様にお伝えしていきたいと思います。まあ、長浜エクスプローラーにご入会いただくと、あの金色の、まあそれはおまけの部分でやろうか。ほんなら、あれ、はい、おまけの部分でラベルの方がおなじみのシングルモルト長浜のラベルになっておりますが、よく見ていただくと下にタータンチェックになっておりまして、シェリーカスクバーリベットテンスアニバーサリーと印字されております。228本のリリースで番号が176ですということでございます。内容の方、先ほど言いましたようにペドロ・ヒメネスということで、長浜のシングルモルトって過去にシェリーダル結構いろんなリリースされてるんですけども、実はペドロ・ヒメネスって珍しいよな、うん、大概オロロソやったんですよ。長浜オロロソよ、ね。まあ、ちなみにこのオロロソとペドロ・ヒメネスのまず違いといえば、オロロソは辛口タイプなんですよね。ペドロ・ヒメネスの方は甘口、極甘口なんですね。で今回はこれペドロ・ヒメネスは、ね、極甘口の樽で熟成をされたということなんですよね。あのウイスキーブロガーのクリーンさんがこれに関してコメントを寄せておられるんですけども、シェリー酒としてのペドロ・ヒメネスは極甘口濃縮ダークフルーツ的な味なんですけど、その樽で熟成したら同様のニュアンスには決してならないということが多いらしいんですよね。実際は苦味、そしてスパイシーといった、ね、香味がね強く出ることが多いんですけども、今回のこの長浜のペドロ・ヒメネスは甘さ、そして果実味が強く出ているタイプという、そんなコメントをしておられました。 500ml でアルコール度数が 54.5%、 価格が 16,500円となっております。先ほども言いましたね、ペドロ・ヒメネスの長浜のシングルモルト、シングルカスクに関してはね、海外向けとかが多くて、国内向けでねないですよ。うちもないよな、シェリーこんだけあるのにな。お色の方こんな感じでございまして、結構濃いめですね。マホガニの濃いめのお色になっております。香りいってみたいと思います。あ、フルーティーやな、うん、他の今までの長浜のシェリーカスクとまずちゃうよな。めっちゃフルーティーよこれ。ベリー感あるな、ちょっと爽やかな感じもあるよな、うん、オロロソにはない爽やかさがあるよな。バニラのようなニュアンスも出る。オロソシェリーってさ、シナモンのような感じもあるやんか、うん、その感じはないよな。どっちかというとフルーティー感がちょっと先行してる感じで、煮詰めたフルーツとかね、ジャムとまだいかなくても、うん、香り同様にフルーティー。ただフルーティーといっても、今ウイスキーアドバイザーがさっき言うたように煮詰めたフルーツ感が結構あるよな、うん、そうな、タルトみたいな、うん、でやっぱり甘みが、クリリンさんのコメントにもあったように、普通は苦味、スパイシー感が出んねんけど、苦味出てないよな、うん、苦要素がまるでない。オロロソも美味しかったけど、これはやっぱりちょっと違うな、一味、うん、加水で飲んでみたいと思います。苦要素出てけえへんな、うん、ほんのりビターは出てくるけど、食後に飲むにはぴったりな感じなことない、うん。まあ、ちなみに熟成期間は4年でございます。氷を入れてロックでも飲んでみたいと思います。あ、これロックも合うわ。ロックで結構表情変わって、さっきフルーティーな感じって言ったけど、そのフルーティーさがよりフレッシュなフルーティーさになるな、うん、ちょっとマスカットのような。なるほど。でもストレートが好きかな。バーンってシェリーがもう押し寄せてくる、このそのバーンと押し寄せてくるのもネガティブなこと、そうそうそう、もんが一切ない感じで押し寄せてくるよな。長浜のシェリーですよっていうのがもう一番押し寄せてくるから、この 16,500 円っていうのはこれは格安よな、うん、これも完売してんのかな。
エクスプローラー向けひょっとしたら数日前に残ってたかもしれない。ああ、まあエクスプローラーの会員さんが何やはるかっていうのはちょっと分からへんけども、でも結構いはるぞ。これご覧のエクスプローラーの会員さんもし残ってたとしたら、これは買いかなと思いますね。これはうまいっすわ。いいっす。静岡のりさん、あの非常に美味しくいただきました。ありがとうございました。そして改めて10周年おめでとうございます。ということで、これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お酒を楽しく幸せに、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。いや、うめえな。うん、はい、これはいいシェリーカスク。確かにシェリーとの相性いいよな。結局長浜のその主質がな、ワインとかシェリーとかと総合的にマッチするよね。っていうことやな。これなんかやっぱり主質によって根が出るかもしれんしな、うん、いやシェリーはほんま制限むずいな、うん、濃いよなこれな。長浜エクスプローラーの、ね、ピンバッジがあのこんな感じでございました。またそれかい。蒸留機が描かれたピンバッジが贈呈されます。これがねとてもかっこよくて、テトエと解放のメールが配信されますね。あの頑張れスチル君っていう漫画がお気に入りです。なるほど、はい、ということでございますので、気になった方はぜひねチェックしてね、ぜひあの会員になってみてください。決して回し物ではございませんし案件でもございません。言うときます。でもこうやってね、あの限定シングルモルト優先購入ですること、これはお得、これはお得ですよ。これはお得やと思うわ、うん、これは入るしかないですねお待ちしてますということでおしまい。